すせ、天地の中央にある東方の史跡群は、中華人民共和国の世界遺産の一つである。中華人民共和国の河南省にそびえるすせは、古来後竹の中心をなす聖なる山として、宗教的、文化的に重要な位置を占めてきた。この世界遺産は、そのすせ周辺で歴代の王朝時代に築き上げられてきた、すせ少林寺をはじめとする発見の歴史的、 建造物群を対象としている。ユネスコの世界遺産センターは、公式な英語、フランス語登録名とは別に、中国語名として、東方、天地の中四コアトという名称を示している。古代中国の宇宙観は、天塩地方、すなわち、天は丸く、地は、四角いというもので、その天地が、巨木や広報で繋がっていると信じられていた。中国は、 中華思想に基づき自らを天地の中心に置いていた。その中でも中心に位置するとされたのが中原で、古代の遺跡者はここにと置いた。すせは、ご竹の中心として、そこにそびえ、天地の中心に位置する聖なる山として、古くから仏教、儒教、道教などの宗教的な建造物群が多く、作られるとともに、 学術、教育に関する施設も形成されてきた。世界遺産を構成する登録資産は、河南省帝州の東方市に残る以下の発見である。その中が、さらに細分化され、構成資産の総数は367に上る。太しつけつと中岳病は、すせの郊外法のふもとに残る道教の病とその血で、 世界遺産としての登録面積は372.3ヘクタール、干渉地帯は496.3ヘクタールである。太室欠は、五漢時代の西暦118年に建てられた、高さ3.92メートルの欠である。工述する、小室欠、軽波破欠と共に、中岳間三欠と呼ばれている。中国には他にも古い欠が残っているが、 関大のものがそのまま残っているのは中岳関三欠しかなく現存する中国最古の宗教的構造物となっている。こうした背景には当時の主要建築物が木造で残りにくかったという事情もある。太しつつは木造建築物を模してはいるが霧石を積み上げて作られたもので紙面に様々な文物を題材に取った浮き彫りがある。それらが 関代の修俗に関する資料となるだけでなく、複数の書体によって刻まれた名文は、処方の変遷に関わる資料となっている。太つ室つは講述する、中岳病の前身である、太し室ほこらの外大門となっていた。太し室ほこらは、太室山の神を祀るための施設で、古代には重要な意味を持った。同居の平等に改築された太子室ほこらと異なり、 ふとししつけつは、当時の祭礼の霊章となるものである。中岳病中岳病は、寝代に創建された、ふとししつほこらが前身になったと伝えられる、道教の病で、漢の武帝の時代に大規模な拡張が行われた。道教を大成した阿田賢治もこの地で、長年修行をしたと伝えられ、彼が生きていた、北魏の時代に、現在の名になり、唐の時代に、 現在の場所に移築された。その後も多くの変遷を遂げたが、新代の改築によって、現在の規模になった。新代の改築は古宮を藩とするものであったため、小古宮とも称された。中岳廟は、南北の軸線に沿って、天中閣、中岳王都の、神殿、御所楼などの37の建造物群で構成され、河南省に残る宗教建築では、 最大規模とも言われる。消失欠は、すせの消失山のふもとに残る中岳間三欠の一つで、世界遺産としての登録面積は84ヘクタール、干渉地帯は222.4ヘクタールである。消失山の神を祀る、消失三病の前に建てられた欠であり、建造時期は118年から123年の間とされている。 中岳館三傑の中では、知名度の点で劣る代わりに、それによって、かえって壁画が良好に保たれたという評価もある。描かれている壁画は多岐にわたるが、少女の躍動感が際立つ、馬傷や女子周期くずなどが知られ、後者は、館内に、すでに存在していたサッカーのような球技の姿を、伝えている。軽波波は、中岳館三傑の一つで、 世界遺産としての登録面積は40.4ヘクタール、干渉地帯は108.9ヘクタールである。すせの万歳法のもとに位置し、123年に、慶母廟病の血として建てられた。慶母廟病は高さ10メートルにもなる巨石、慶母波市を祀るために建造されたが、現存していない。Y ン湖に記載された伝説によれば、夏王朝の始祖となったうわ、 治水事業に打ち込む、あまりに家を帰り見ず、そのために妻が、巨石に返事たという。後にその巨石からは、夏の二大帝刑が生まれ、そこから、刑破廃止の名がついたとされる。こうした経緯は、刑破破決の碑文にも、部分的に刻まれている。刑破破決には、様々な名文や画像が刻まれ、当時の書体や彫刻を考察する上で重要な、資料となっている。 笠見学寺東笠竹寺カは、須瀬の太室三蘭六に残る笠竹寺の仏塔で、中国に現存するレンガ塔としては、最も古い。北義の時代には、皇帝の離宮だった建物が520年に仏教寺院とされ、その同じ年に仏塔も建てられた。当初は寒居寺という名だったが、620年に笠竹寺と改称された。その後、 寺そのものは衰退し、現在残るものは寝台に再建されたものだが、仏塔は北魏時代のものがそのまま残っている。高さは約40メートルで、密円式という老閣式を簡略化した様式の塔である。外観の平面は12角形で、徐々に小さくなる15層の密円が積み重なり、その上に草輪が乗っている。 内部は十二角形になっている、第一層以外は八角形である。世界遺産としての登録面積は33.4ヘクタール、干渉地帯は47.9ヘクタールである。仙仏殿の壁画に描かれた、少林寺の僧侶少林寺東林少林寺建築群、1305から005は、世界遺産の英語登録名にあるように常住院、諸祖案。 東林などを含む、昇林寺の建造物群で、登録面積は182.6ヘクタール、干渉地帯は1939.6ヘクタールで、ある。昇林寺は、北魏の高文帝が、バツタのために命じて、495年に、昇室産後を入法に建てさせた、仏教寺院で、527年に虎井像、菩提ルマが全集を創始してからは、 全州の祖帝として知られるようになった。また、ダルマが始祖とされる、少林拳の使い手である僧侶たちが、党の体操を助けて、軍港を建てたことから、憲法でも知られるようになった。ただし、少林寺の古い建築物は、中華民国時代に消失したものも、少なくない。常住院に残る、建築物で特筆すべきは千物殿である。 これは、秋代の1588年に建てられたもので、現存する、少林寺建築群の中では、最大級のものである。寝台に再建されたが、内部には秋代に描かれた約300平方メートルの、巨大な壁画、500羅漢朝ビルが残っている。諸祖庵は、諸祖すなわちボダイだるまが壁に向かって座禅したと、伝えられる場所に残る建築群である。ただし、 現存するのは1125年に建造された大殿と寝台に追加された小さな建物2つなどである。大殿は木造で河南省に現存する木造建築の中でも傑作の一つして挙げられている。当林は少林寺の僧たちの墓所であり、世界遺産に推薦された時点で241基もの墓塔が林立していた様からその名がある。 それらの母島は、東代から新代まで13世紀にわたって建てられてきたもので、建築と彫刻の点から高く評価されている。改善寺は、少林寺、笠美学寺、法王寺とともに、すせの四大寺院の一つである。太室山積水法の下にあり、北魏時代の離宮を起源とする。改善寺の名は、隋の時代に付けられ、現在の建物は、 元の時代に成立した。民や真の時代に何度も改築されているが、正門をはじめとする発見の構造物には、岩長の様式が残されている。世界遺産としての登録面積は68.2ヘクタール、干渉地帯は373ヘクタールである。笠見明ら書院は、儒教の書院で、世界遺産としての登録面積は27.8ヘクタール。 干渉地帯は115.4ヘクタールである。北魏の時代に建造された笠日寺を起源とし、それから何度も改消された後、宋の時代に現在の名称となり、当時は儒教を講ずる四大書院の一つに数えられて、名を知られていた。宋明理学の基礎を作ったことで知られる帝光、歩道都外もここで講義したことがある。現存する建物自体は、信代のもので、 様式は、河南省に典型的なものが採用されている。笠見明書院は建物そのものだけでなく、周囲にも特筆すべきものがある。一つは、その素晴らしさから、菅の武帝が将軍に列したと伝えられる柏の老木、大将軍と、二将軍である。当時は、三将軍もあったが、これは明に消失した。事例は四千五百年とも言われ、中国では、 最古級の老木である。もう一つが、門前にそびえる高さ8メートルの石碑、笠見明館看王碑である。これは当代にあたる744年の建造で、須瀬に残る石碑としては、最大で、河南省内でも、最大とされる。名文を手がけたのは、巧妙な書家の城広氏である。東方館星大修高速系大と見星大は、 中国の科学技術史に関わる施設である。周光速境内は、速英大とも表記する。その別表記に現れているように影の長さを測る、もので、一種の人形である。伝説的には、周光が、天地の中心を定めるときに、日陰の長さを測ろうと設置したのが最初とされる。現存するものは、周光の業績を忍ぶ形で二十三年に、 天文学者によって設置されたもので、中国の天文観測施設としては、現存最古である。三星台は、周高速境内のすぐ北に残る天文観測施設で、現代の1279年に各死刑によって建てられた。この時代までの現存する天文施設としては、最大級で、当初は9.46メートルだったが、 秋尾に上乗せされた部分が3メートル余りある。この天文施設は、日陰の長さをもとに、杜氏や、消しのほか、井戸の高さなどを算定するものであった。各種刑は、中国全土に27の観測拠点を置いたが、その中心を成したのが、東方の看望次第であった。彼は、北京の官房次第とともに、天地の中心たる、東方の看望次第を重視しており、 他と違ってその二つだけは、レンガ作りになっていた。彼は当時として結出した暦である樹示歴を作成したが、その際には三星大群から得られた、観測記録が活用されていた。世界遺産としての登録面積は16.3ヘクタール、干渉地帯は134.6ヘクタールである。文化遺産としてのカテゴリーは、建造物群である。 世界遺産に登録されている宗教上の聖なる山はしばしば文化的景観に分類されるが、この世界遺産は上で見たように建造物群の実が対象となっており、スセそのものが文化的景観として登録されたわけではない。この物件がスセの史跡群として世界遺産の暫定リストに掲載されたのは2001年11月29日のことである。 2009年の第33回世界遺産委員会で初めて審議されたが、その時はスセとの関連性をはじめとする資産構成についての吟味などが不十分として情報紹介と決議された。中国政府が提出した追加情報を踏まえた結果、翌年イコモスは登録を勧告し、その年の第34回世界遺産委員会で再審議された。 結果、登録が認められた。中国政府は、基準の適用を主張していた。そのうち、基準の適用にはイコモスが、否定的見解を示し、世界遺産委員会でも覆らなかった。まず最終的に採用されなかった基準とその理由についてみておく。以上のイコモスの判断は、世界遺産委員会の審議でも覆らなかったため、この世界遺産は、 世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。具体的には基準は天地の中心という思想がそこにとを置いたり儀礼を行ったりすることを通じて中国皇帝の権力と結びついてきたことを示すという点に適用された。中国政府は古代の祭礼や教育のあり方を伝えるものという観点も指摘していたがそれは採用されなかった。 基準は、天地の中央に集中する勢族の建造物群が、中国文化史上で重要な意味を持ったことや、仏教寺員も、聖なる山と共生関係を持つに至ったことなどに、対して適用された。中国政府の推薦時点では、前週の伝播において、少林寺が果たした歴史的意義についても触れられていたが、この点についてイコモスは、評価を明記していなかった。 こうした基準の適用の仕方については、明晰さに欠けるという指摘もある。ユネスコの世界遺産センターによる公式な登録名は、ヒストリック・モニュメンツ・オブ・デンフェンイン、ザ・センター・オブ・ヘブン・アンド・アース、モニュメンツ・イストリック・デ・デンフェ e r d ー、センター・ジュシエル・イ・デ・ラ・ペールである。その日本語名は、文献によって、訳し方に、違いがある。ありがとうございます。